さあ、ということで、森のお茶会、進んでおります。先ほどはカノさん、ありがとうございました。さあ、ということでね、花って言いましたけども、ウサギに扮してくださってですね、いろいろこう披露してくれましたカノさんね。途中でね、時々やらかすんですけども、これはね、激しく行き過ぎてですね、今ちょうどですね、このグリーンワールドカフェはですね、ハロウィンの時期だったということですね、ハロウィンの飾りがですね、全部飛び散ったような感じがしましたが、実はこれもね、演出でございます。実はですね、ここグリーンワールドカフェ、この近くのインナリアですね、アクションのね、仮面ライダーとか、ああいうもののですね、実は撮影地になっているというところがありまして、つい先日までね、機械屋の主人公ね、バン大輔さんがですね、ここに来てくださったということもありまして、実はハロウィンの中に隠してですね、敵キャラショッカーみたいなやつをですね、潜んでいたんですね。だからよーく見るとハロウィンの間にですね、ショッカーが隠れてるんだよ、こうやって。そうなんです。それを全部ですね、カノさんがさっきの投げ倒してくれたということですね。そう、もう森の中にいる悪いやつ全部倒したよーというね、この後もうね、主人公ね、今日のメイン来るだけだよーみたいな感じですね、やってくださったということでね、そこまでやってくれたカノさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そしてね、思い返せばですね、一番最初の熊太郎さんがですね、すごいこうちょっとこうバラードメインがね、もういきなりこうスタートで聴かせる感じで行きましたね。そしてだんだんこう岡太郎さんで、ね、だんだん激しくなっていて、かのちゃんでちょっと違う方向に行ったような感じがしますが、ね、ね、森というよりもなんかちょっと山に近いようなね、なんか登山になっていくようなね、だんだんこう激しいレベルで行ってきましたが、最後は3人になっております。そしてですね、今日の、ね、名前のね、お茶会ね、これがこう彼らからね来ているといったところもありますね。今このステージ、このイベントもですね、一番ボルテージがマックスの状態じゃないかなと思っております。皆さん、盛り上がる力持っておりますか？ありがとうございます。それでは最後行きたいと思います。坂バスカスさんです、よろしくします。優雅な登場の仕方をいたしました。よろしくお願いします。サカバスカスとは簡単に言えばロンドン留学仲間です。よろしくお願いします。3人大体同じタイミングでロンドンで出会った、ね、ちょっとすれ違ったりしたわけよ。東京で再会、サカバスカス結成最初の曲は我々オリジナルの灼熱の砂浜、今回2回目、ここで やるんですけどですね、だいたい2ヶ月ぐらい前にこれはすいません、センサーが私が作った曲です、はい、砂浜の熱い感じと リゾート地のようなちょっとこうリラックスしたような感じがちょっと交互に来る感じで作曲しました。ではよろしくお願いします。いきなり森な感じになってすいません。森はもうすぐ来ます、はい。
よろしくお願いします。いけちゃう感じですか？いけちゃいます。そうですか。ちょっと森はですね、あと一歩、森まであと一歩です。森まであと一歩、坂本の砂浜からでも海に出ます。海に出ますからね。水平線の彼方にっていう曲です。よろしくお願いします。もうすぐ森行くから、もうすぐ森行くから。向こうの大陸に森があるから。なるほど、森のある大陸。そうそうそう、ね、砂浜ね、ちょっとないっしょ。そうだね、その砂浜が遠い。うん、よし、オッケー、よろしくお願いします。水平線の彼方。
同時にやる世界でただ一つの男、こうちゃん、よろしくお願いします。こうちゃんです。唯一無二の未来にもない、過去にもない、今だけですよ。ラッキーですね。皆さんが重要あるから大丈夫。あるある。ジャンベ太郎です。ジャンベ太郎。本名ゆたか。ゆたかです。ちょっとね、松屋に塗んなきゃいけなくて、ちょっとね。あの、はい、光一くんちょっと次の曲の説明をしてくれないかな。ちょっとはい、作者光一、あ、次いよいよ、はい、次の曲のタイトルが森のお茶会っていう曲でして、このイベントのタイトルをまさかつけていただけるようになるとは思わず、とても光栄でございます。この曲は本当ハーモニカとこのベースを同時にやるようになってから初めて作った曲で、しかもここで演奏するのが初めて、ここでこの曲を演奏してっていう、とてもこのグリーンワールドカフェさんの思い出深い曲になっているので、楽しんでいただければと思います。松屋に行くと、松屋に行くとね、パンプキンつけないといけない、パンプキンつけてきました。パンプキンこれから踊りますんで。そうですね、この曲まさにこう動物たちがこう森の中で集まってくるようなイメージ、まさにあったので、花屋さんが言ってたようなことを言っていただいて、あ、分かってると、嬉しかったです。動物集まってきた、集まってきてますもんね、今日ね。よし、クマさんと鳥さんと花、お花とウサギさんとでは、よろしくお願いします。森のお茶会。
紅茶、紅茶が作った、紅茶が作りました、紅茶による紅茶の演奏。では、次の曲は何でしたっけ、リベルタンゴ。リベルタンゴ、ね、リベルタンゴやります。リベルタンゴ何ですか。リベルタンゴってあのピアソラのね、多分聞いたことあるやつなんですよね。あのアコーディオンとあのバイオリンでなんか、ジャカジャカな南米の人がやってるやつなんですよ。怒られろ。まあ、有名なあれっすよ。では、説明が済んだところで、ちょっとまだ時間があるようでしたら、大丈夫ですか？ちょっとね、パクリで、うん、いや、パクリじゃないです。カバー曲。我々さカバースカスなんで、他人の、あの他の人のバンドをコピーするっていうことで、なにわいとしておりますので、今日はもうまず1個やったんで、次はちょっと森の熊さんやろうかな。熊太郎さんがやっておられたんです。やってみようかなと思いました。よかったです。ありがとうございます。では南米のピアソラさんの曲をカバーさせていただきますんで、やりましょう。では始めます。準備いいですか？いいです。いいですか？スティーブがない。真面目にやろう。I'm sorry.
だったけど曲を聴いたら分かったよって人手を挙げて手を挙げて手を挙げていっぱいいるいっぱいいる。いやそらーね、もうちょっとね名前を宣伝しなきゃいけないもんね我々が代わりにしてあげてるから今ね。演奏が真面目ででは何ですか最後の次最後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 です。最後か、ああ最後か、あ、ありがとうございますやらせん最後の曲はどうですか、はい、準備できましたか。じゃあちょっとね、そろそろハロウィーンも近くなってきたんで、戦場のメリークリスマス、よろしくお願いしまーす。メリークリスマス、メリークリスマス、よっしゃいきますよ、よろしくお願いします。いいのか、はい、いいんだ、落ち着いていこう。
坂松勝さん、ありがとうございます。拍手でお願いします。そうね、これは坂松勝さんね、2人の時とですね、3人の時とまた雰囲気がね違うというところで、最近はね、結構マサさんちゃんとね、来てくださって3人バージョンっていうのが多かったんですけど、やっぱりあれですね、もうマサさんが全ての空気をね、なんか持って、ね、行くというかね、すごい。そして毎回何、誰かのやつをトレースしてる、はい、とね、ということで、真似したくなっちゃうね。前は、岡殿さんをね、ステージに引き上げてね、はい、岡バスカスなんてね、ね、やったというのがありましたけどもね。はい、ということで、ね、ありがとうございます。さあ、ということで、それではですね、最後ステージに皆さんを集めて、